この頃その子供たちにとってもそうだけど、その親、じいちゃんばあちゃんにとっても、地域の人を見ても、あれそれだけじゃない、何か、道しるべ的な支援が必要と私は思っています。例えば、道しるべでいくと、教育っていうのはね、非常に子供にとったら、最大の道しるべ。我々がやるその学習支援は全て我々がだけで解決できるんじゃなくて、当然中心は、ね、学校教育であり、それをと一緒に進むのは、ね、家庭教育であり地域の教育であり、で我々はこういう状況下にあるので、その橋渡しをしたい、その、一角を担うというか、そのみんなで子どもを教育するというのに参画したいと思います。でそういうことで子どもの教育がその道しるべの最たるものと考えれば、これはやめるわけにいかない。ですから例えば資金的にもそうだ、 なくても やらなくてもいいと思います。ですからその点で我々 NPO ですので、いろいろな方から手助けをいただいております。それはいただきながらも、ね、もしもなくなっても我々だけで続けなくて、今はね、非常に困難な状況があって、お金の面でもその人の面でも、それでもなんとか長期にわたってやらなければいけない。何としてもですね、人手が必要です。特に専門的な知識をお持ちでね、直接教育に携わってくださるというのも大事なんですけれども、もちろんそれはそれで一つ。あとは、地域のお母さんとしてね、脇に向いて、さあ、あなたは消しゴムを出しなさいとか、こっち向きなさいとか、そういうふうに声がけだけでも助かります。とにかく、人を増やして、できるだけ手厚い、指導というかね、愛情を注いでやりたいと思います。